たいですね、はい、さて日本の初戦中国戦前半のキックオフです。前回の大会優勝した中国、ワールドカップの予選では3-1、このシステムを取ってますね。そうですね、はい、栄光が上がってきた。駒野の対応、低いクロス、栗原弾き返して、もう一度エリアの中倒したが、PK か。中国に PK を与えました。日本ちょっと小さくて、そうですね、はい、これを拾われてですよね。栗原が倒してしまいました、はい、ウ・ダイホウに対して栗原のディフェンス、判定はペナルティーキックです。さあ日本はゴールキーパー西川です。英博が切れます。中国アジアカップ、新しい日本代表は攻め込んできた中国です、まあ、日本の方が格上ということもあり、今中に上がってきています。誰に合わせるか、今栗原を狙った、そして押されない、シュート、日本同点に追いつきました。栗原自ら与えた PK を、今一度目のこのボールも栗原でした。そして工藤、折り返しに最後は栗原、はい、あの中国のディフェンスはゾーンが被っちゃったんですね、お互いに重なってしまったわけですよね。日本同点、サイドが余っている、そこに牧野、はい、牧野のクロスはニアサイド、日本2点目は天才柿谷、代表今ニアでピンポイントで合わせてみせました。日本のフル代表史上26人目のデビュー戦でのゴールになります。完全に振り切って前に入ってますもんね。1点ビハインドになった中国がやや盛り返してきますが、このパスは通りますね。柿谷、さあ真ん中すごい勢いで原口元気、どうする、自分で持っていった、前が空いた、さらに工藤、日本3点目、柿谷に続いてけどもね、タガハイがよく見てて、それで、まあ、このドリブルですよね、柿谷から、ラストパスと、はい、もう、まあ、ですからいろんなことができる選手ですよね、これね、そうですね、もうかわしながらシュートもありましたし、どうしてもディフェンス寄りますからね、はい、そしてラストパスと、まあ、工藤も、まあ、落ち着いてよく入れましたよ。そして牧野、ちょっと日本もここは単調な感じに見えます。さあまた前が空いてしまった、救われたか日本、あと PK の読み合いは、今度は、うわ、今度は左に蹴ってきました、逆に蹴りましたね、さあまた中国のチャンス、栄光、これ近くですね、近くでマーク入ってきた、同点ゴールは中国、ここ詰めるのがちょっと遠かったんですよね。何度も今日はこの途中から入ってきた孫佳に、日本のこの左サイド